アピタ岩田店は静岡県岩田市今の裏に2015年11月21日に開店したユニー株式会社が運営するショッピングセンターである。なお、東欧項目では以前同地で営業していたピアゴ岩田店及び二代目ユニー岩田店についても記載する。かつて同地に存在したピアゴ岩田店の建て替え店舗。各店舗がピアゴからアピタに変わり、 2015年11月21日に再開店し、正式開店前の11月19日20日にプレオープンをした。ストアコンセプトを岩田エリアで世代を超えて常に支持される良品質ショッピングセンターとしている。新店舗は地下1階、地上4階建て、以前平面駐車場があった部分も店舗となっている。店舗は1階から2階となっており、 地下1階と地上3階と屋上に駐車場がある。1階、2階ともにウォークモールによく見られるサーキットモールタイプの構造である。なお、旧店舗時代から存在する専門店も多い。各売り場階のトイレはフロアの一番中央にあり、アピタ側専門店外両方から入りやすい構造である。西側に2角店舗のアピタ食料品エディオンがあり、東側に 各専門店がある。専門店は、婦人服、雑貨、書店、サービス系店舗を配置している。中央に、アピタ日用品、衣料品売り場があり、それを取り巻くように専門店や、フードコートがある。専門店は、ファミリー向けの衣料品店、靴屋があるほか、アピタホールが併設されている。ピアゴイワタ店は、静岡県岩田市見つけに、 ユニー株式会社が運営していたショッピングセンターである。1980年11月、大型ショッピングセンター、サンテラス岩田として開業した。各店舗はユニー岩田店。なお、同店舗はかつて岩田駅北約200メートルに所在し、1990年8月に閉店したユニー岩田駅前店。 サンテラスの開業に伴い解消1967年7月、ホテイ岩田店として、開店の実質後継店舗である。2009年2月に、ユニーの店舗ブランド見直しが行われ、ピアゴ岩田店に解消。店舗は、地上2階建て。店舗は1階から2階となっており、屋上駐車場があった。開業初期からの建物の老朽化が進んだため、 2014年3月31日をもって一旦閉店。建て替えてアピタ岩田店として再開店している。ピアゴ岩田店に関するカテゴリー。ありがとうございます。